はい、ということで今回は万波中世物語の続きやっていきたいと思います。前回に引き続きね、今回は当主でね、アーキタイプがダイヤモンドになったというお話でございます。で、パークもね、全部ダイヤモンドに、フルダイヤモンドになりました。で、能力がですね、まあ、基本は、急速タイプかな。ベロシティがマックスになってますね。ほんとパワー型って感じですね。打つのも投げるのもパワー型という感じになっております。これでちょっとどれだけね、急速とか変わっていくかね、見ていきたいんで試合やっていきたいと思います。いやーマジね、何キロ出るかね。4勝0敗、防御率 0.47。なかなかいいんじゃないですか。今日はアスレチックス戦か。とりあえずまあ、キャッチャーにめがけて、お100マイル160キロの剛速球を叩き込んでいく。なんか見慣れないキャッチャーだね。まあこの世界はもう2023年だからな。 OK 打ち取っていく。ナイス。ノーヒットノーラン狙いたいよね。スタミナがさいつも足りないからさ。あ、そういえばね、前回の動画はどうだったんだ忘れたけど、またピッチングフォームをね改良しました。どんだけ変えてんねんっていうね。誰か分かります？これ分かったらコメント欄にコメントお願いします。そして相変わらずね、球種が増やせないので本当に情報を求むです。いやなんかアーキタイプがさダイヤモンドになればね、シナリオみたいなの出てくるのかなと思ったけど全然出てこないよね。何がいけないんだろう。監督、僕の何がいけないんですか。先発数が少ないとか。普通のローテだったらもう出てるとかね、ありえるよね。調べてもね出てこないんだよね。普通に出てきてるんだよね他の人は。アメリカの方のね動画とかを見させてもらったんですけど、普通にニューピッチで出てくるんだよね。なんででしょうね。ということで1回はね話したら終わりましたね。101マイルって出てるけど出るんかね。一応160キロまではね出るようになったけど、チャップマンとかどういう表示になってんだろうね。170キロで投げるよね確か。異次元だよな。もう球見えんよ170キロって多分。素人からすればもう140ですらいやってなるもんね。キャッチャーのこのストレートご両親の要求が凄まじい。いやー早くね、普通のっていうか NPB みたいね。今エキシビションマッチだもんね。エキシビションマッチとはって感じだけど、まあでもねオリンピックの間ずっと休んだら試合感がなくなっちゃうもんね。球速えな。伸びがいいね。おい、なんか久々に三振取ったね。時は3回まだヒット打たれてないよね。これはもしかしてあわやノーヒットと言っている先から打たれていく。悲しい。本当メジャーでノーヒットノーランやる人すごいよね。野茂さんとかね。野茂さん作りたいよね。多分ピッチングフォームあるんだよね。すごいカオスな感じだと思うけど、座礁に一つだけ言いたいことがあるとすればやっぱりピッチングフォームをもうちょっとなんとかしてほしいよね。ちょっとリアルさに欠けるよね。折り返い取れ OK。 おおいいね。フィールディング上がるよこれで。ネクスト。よいしょ。いいね、常時100マイル出していく。一体スタミナはいつまで持つんでしょうか。ブレーキングボールはさ、上がるとどうなるんだろうね。曲がり幅が大きくなるのかな。ストレートはね、当たり前だけど単純に。まあ、伸びもなんか増してる気はするけどね。そこら辺総合的に上がっていく感じなんかね。クロスピはめっちゃ細かいもんね。伸びは特殊能力。OK。ピッチャーの時だとね、能力がめちゃめちゃ落ちるからね。毎回打てないんだよな、ピッチャーの時。無念。そう、そういえばクロスピをさ、取った後にさ、これを取ってるんだけど、本当画質がさ、良すぎて、本当びっくらこくよね、本当に。改めてすごいなって思いますよ。これ 4K のモニターでやってるんだけど、本当にね、えぐいっす。4K すごい。僕もね、うちテレビが 4K ではないんで、あんまり体験をしたことがないんですけど、もうこのゲームやると本当にね、4K すげえってなる。うん。なんで PS5 をね、買った方はぜひ 4K のね、テレビとかね、モニターでやってみると感動すると思います。ただなんかね、Apex とか COD とか FPS をやるっていう点ではあんまりおすすめはしないかもしれません。まあ現状はだけどね。これからそういう FPS にも対応して 4K とかもね、出てきそうだけどね。もう出たりして。ていうか俺スプリット1回も投げてないぞ、今日。4K 出力するのにもなんかね、HDMI の種類があるみたいで、まあ、PS5 に付属のやつは 4K 出力できる HDMI ケーブルらしいよ。 OK。 今の入ってるんだ感がすごいけどね。そういえばオルソンさんとかいるかな、忘れてた、見るの。5回99マイル、まだまだ元気ですね。でもスタミナやっぱ欲しいな。まあ、あれも別にね、あれで完成ってわけじゃなくて、もっといいパークをね、買ったりね、育てることができればもっといい能力にはなるはず。あと普通のね、基礎能力も試合やるたびに上がってはいるんで、まあまだまだね、伸びしろはあるぜ。ちょっといい加減靴下をね、変えたいなと思っている。もう能力も上がったしね、別に靴下頼りしなくてもいいかなっていう。おしゃれしたいよね。てかめっちゃ打たれるじゃん。おお、走っていく、審判の邪魔していく。ほらほら。ランナー見てなかった。ランナー見たら失投した。やばいじゃん。ちょっと1対0で二塁はまずいね。ちょっと真面目に投げてこうぜ。普段から投げろやってね。ちょっとストレート多いんですよね。ちょっとスプリット投げていい？ドーン。ほら、もう打てないもん。まあここは従おう。高めのストレートでバチコリ合ってるね、意外と。でもこういう時のカーブなんですよ。いや、まあアウトローか。おお、打たれていく。おお、最高。タティス兄貴かっこよすぎるだろう。もう安心感がすごいよね。なんか坂本選手を彷彿させるような。やばいやばいやばい。動揺してしまった。おー、マジか、それ打つ？すごいね。危ね。いやー、結構強打ですね。ういー、超浮いたけど、ラッキーだね、これは。めっちゃ怒ってるけど、入ってるよ、今の。煽りプレーやん、もうこれ。近い近い。シュッバーン。今、ストレートだったらね、気持ちいいんだけどね。おー、審判、退場だよ、これ、退場。報復支給来ないよね。さっきめっちゃ切れてたからな。まあ、ちょっとそういうのもあってもね、面白いかなと思うけど、子供の教育には良くないよね。子供がね、報復支給を投げ出してしまうかもしれないからね。昔プロスピとかってなんか乱闘とかなかったっけ？おや？お、セーフ？まさかの？走っちゃうよ。おお、マジかよ。おい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 、やっていくね。どう、メガネ君。ちょっと100マイル出なくなってきたね。お疲れのマンチュー。いや、マンチューピッチャーいけそうだけどな。結構横浜高校の時さ、えぐい球投げてたよ。もうちょっとなんかね、まあ、選手は大変かもしれないけど、そしてファンの勝手かもしれないけど、もっとなんかね、二刀流の選手が増えるとね、結構プロ野球も盛り上がってはいきそうだけどね。ただ私たちからすると本当に計り知れない疲労があるんだろうね。いや、なんならなんで動けてるんだろうぐらいのさ、まあ、日本ならまださっていう感じあるよね。試合もメジャーより少ないしさ、移動もまあ12時間とかで最悪進むじゃん。でもアメリカって時差もあるしさ、そう思うと本当に大谷選手のすごいとこは二刀流っていうとこだけじゃないよね。そんなハードなスケジュールでもしっかりとね、仕事をしていく。おお、まずい。取って、ナイス、ありがとう。ちょっと今お腹が鳴ったのが音声に入ってないか、すごい心配。で、これ勝ったら5勝目だからね、大谷さんに追いつくんじゃない？そう考えるとやっぱ登板間隔同じ感じだよね。いや、でもね、アーキタイプとかのことを考えると、フル登板にした方がいいです、本当に。登板数とか三振の数でアーキタイプの取れる速さだいぶ変わってくるんで、はい、もう二刀流やる方はぜひ全登板をおすすめします。全登板っていうか普通のローテか。ストーリー、アスレチックスだっけ、この人。かっこいいよね、なんかストーリーっていろんな思いが込められた名字ですね。おお、ちょっとね、でも98マイルかなり落ちてきたね。お疲れの様子。おい、ほら、やっぱね、疲れると打たれてくんよ。いや、でもこうやってね、タティス兄貴とねプレーできるの嬉しいね。ゲーム内でも長期契約になってんのかな、まあ、だからいるんだろうね。なんか他の選手みんなすごい移籍してったもんね、なんか。よいしょ。まあ、個人的にはプロファー選手とかも結構好きですけどね。オランダ代表で見た記憶があるんだよな、昔。ねえ、めっちゃ打たれるじゃん。おお。OAK。 ちょっとやっぱストレートに見極められてるよね。なのにキャッチャーはめちゃめちゃストレートを投げろと言ってくる。メジャーのカーブって結構有効的だよね。ゲームでしか見てないけど。入ってるよ審判。入ってますよ。結構粘ってくるね。いやーもう高めのストレートでかぶりさせて、いやー、おおいいねいいね。え、なになになに、めっちゃバックホームの体勢だったけど。カーブやっぱ球種がねちょっとね少ないから辛いよね本当に。本当シンカー欲しい、シンカー投げてみたい。打ちづらそうだよね。ツーアウトツーアウト、これで終わりにしてやる。終わらねえ。やっぱ球速が落ちるだけでね結構ついてくるよね。おい、今日の審判甘い。世界に甘い。さあ3打席目、ジエンゴしていきたいとこであるが、本日ノーヒット。ジエンゴアタック。よし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 。わあギリギリだね、よかった。ジエンゴ成功。イエーイ。最高だね。4点はでかいね。かなり安心して投げられるんじゃないでしょうか。しかも今パーフェクト、珍しい。まあやっぱ能力低いんでねそんなに飛ばないけどね、なんとかぶち込んでいくって感じだね。さああと2回、いや2回投げさせてもらえるかね、わかんないけどしまっていこう。お99マイル、ここに来て球速が上がっていく。やばい、黄色いとこに入んない。集中力が。オッケー。結構なんかセンターくらい多いね。まあ、私の球威に圧倒されているということでしょう。やばい、でもスタミナがないからね、ちょっとこの回投げ切ってって感じにはなりそうですね。でもヒット2本ぐらいしか打たれてないよ。もったいないね。マジで頑張ればノーヒットも夢じゃない。あ、もうこれ安心ですね。あ、もう完璧、もうかっこよすぎ。野球界で一番イケメンなんじゃないかとすげえ赤いんちゃった思っているよ私は。やっぱ坂本さんっぽいよね、だってイケメンだし打てるし足速いしショートだし共通点しかない。うわ、続投きた。これは初めての完封。いやほんとスタミナが今までちょっと本当にね60とかだったんで、もう67回持つかなぐらいだったんですけど、スタミナが上がったからね。いやー打たれちゃったんよ。これ多分次打たれたらね交代になりそうだね。あーてかもうほんとねお腹空いたんですよ知るかってね、寝起きで今撮ってますね。もうお腹がずっと鳴っててね、昼飯はちゃんと食べた方がいいですよ、結構ね昼飯食べない人とかもいたりしますけど、やっぱ元気が出ないですね。さああと2人、ただね球速がもう97マイルと、いやまあ速いけどね。おいおいおい、俺が97マイル投げたら多分プロ行ってるもんね。そんな甘くねえよって投げてみたいな。さあ完封まであと1人、ひげおじさんと対決。これは入るよね。審判の気まぐれジャッジが結構怖いからね。気まぐれ、最後はねちょっとストレートで決めたかったけど、ここは勝ちを優先しましょう。フレよ、サングラマンチューさんいいね。やっぱそう、俺もそう思ってた。そうしそう、最後ぐらいちょっとね、三振で決めていきたいよね。やっぱもう分かるよ。俺もそうしたい。クーでもついてくるんだよな。しかも最後の力を振り絞って99まで出てる。分かる。俺もストレートで終わらせたいんや。このバッターいいね。しっかりと見極めていく。よっしゃー、完封勝利。やりましたね。結構9回投げると長丁場だね。いやー、よかった。ビクトリー。ビクトリーはなんかプロスピ感がすごいな、あれ。はい、ということでね、なんとか完封で終えることができました。今回はここまでにしときます。MLB ザショーのね、動画また上げていくので、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。